スパークリング12分の10、平野翔のファッションセンスを盗め、キスとルイス・ビットンを組み合わせるテクニック、ストリートとラグジュアリーを融合させた翔さんの着こなし術を徹底解説。平野翔さんのファッションには、彼の個性とスタイルが詰まっており、多くのファンにとって注目の的です。彼が選ぶブランドやアイテムには、単なる衣服の域を超えたメッセージが込められており、それは彼の感性や価値観を表しています。 彼のスタイルはシンプルさと洗練を融合させ、どこか自然体でありながらも、細部にこだわりが見えるところが特徴的です。そのため、彼の着こなしはいつも話題となり、ファンたちにとっての憧れやインスピレーションの源になっています。最近の注目アイテムの一つとして、平野翔さんが愛用している、キスの KK モノグラムネルソン・クルーネック、サンドリフトについて触れたいと思います。キスは入浴発のブランドで、 ストリートウェアとラグジュアリーファッションを絶妙に融合させたスタイルで知られています。翔さんが選んだこのクルーネックは、落ち着いたサンドリフト、カラーが特徴で、シンプルながらもブランドのモノグラムがさりげなくデザインされています。彼がこのアイテムを選ぶ背景には、日常の中でも快適さとスタイルを兼ね備えたいという思いが感じられます。素材には高品質なコットンが使用されており、肌触りが良く、 長時間の着用でもスストレスがありません価格は 85OMR、日本円に換算すると約3万円ほどで、手の届きやすいラグジュアリーな選択肢として、ファッションを楽しむ人々にとっても魅力的なアイテムです。一方、翔さんが日常のカジュアルなシーンで愛用しているのとは対照的に、特別なイベントやメディア出演時には、ルイス・ヴィットンのデニムワークウェアパンツも彼のスタイルに欠かせません。 このブラックのワークウェアパンツは、ウォッシュ加工を施したデニムとキャンバス素材の組み合わせで仕立てられており、モノグラムパターンが散りばめられた右足のパッチポケットが特徴です。このパンツはシンプルながらもエレガントさが漂い、カジュアルと高級感を兼ね備えたデザインが、彼のパーソナルなスタイルを引き立てます。価格は約455,920円と、やや高価ではありますが、 質の高い素材と巧みなデザインが長く愛用できる理由の一つとなっています。翔さんがこのパンツを選ぶことで、彼の洗練されたファッションセンスとブランドに対するこだわりが感じられます。このようなラグジュアリーブランドを着こなすことは、単に高価なアイテムを選ぶというだけでなく、自分自身のスタイルをどう表現するかという一つのアートとも言えるでしょう。翔さんが選ぶファッションアイテムは、どれも彼の個性や価値観を映し出すものばかりです。 例えば、キスのクルーネックとルイス・ビットンのデニムパンツを組み合わせることで、彼はストリートとラグジュアリーという2つの異なる世界を巧みに融合させ、自分だけのスタイルを確立しています。このような着こなしのセンスは、彼のファッションに対する探求心や、常に新しいものを取り入れる柔軟な姿勢を象徴しています。また、ファッションにはその時々のトレンドや流行も大きく影響を与えますが、翔さんの場合、 そのトレンドを単に追いかけるのではなく、自分の中で昇華し、独自のスタイルとして表現している点が際立ちます。彼が選ぶキスやルイス・ビットンといったブランドは、流行の最先端を行くものでありながら、彼自身の自然体の魅力を損なわないものばかりです。これは、彼がどのようなシーンでも自分らしくいられるように、ファッションを一つの自己表現の手段として大切にしていることを示しています。さらに、 翔さんがファッションを通じて見せる姿勢は、彼のパフォーマンスにも通じるものがあります。彼がステージ上で見せるエネルギッシュなパフォーマンスや、日常でのリラックスした一面も、彼のファッションの選び方に表れています。例えば、キスのクルーネックは、ステージの激しい動きの後にリラックスするためのアイテムとしても適しており、ルイス・ビットンのデニムパンツは、オフの日の少しフォーマルな外出にぴったりです。こうした選択は、 彼のライフスタイルに寄り添いながらも、常に新しい自分を発見しようとする彼の姿勢を象徴していると言えるでしょう。ファッションというと、どうしても、見た目に注目が集まりがちですが、賞賛のようにアイテムを選ぶプロセスそのものにもこだわりがある人は、そのアイテムに対する思いや背景を知ると、より一層魅力が深まります。彼が選ぶブランドやデザインは、単なる、好きという感情だけでなく、 そののブランドの背景や歴史、デザインに込められた思いなど、深い理解を持って選んでいるのではないでしょうか。例えば、キスのストリートカルチャーへのリスペクトや、ルイス・ヴィットンのクラフトマンシップに惹かれる部分も大きいかもしれません。これらのブランドはそれぞれ異なる背景を持ちつつも、彼のスタイルを通じて一つの物語を紡ぎ出しています。賞賛のファッション選びは、また彼のファンにとっても大きな影響を与えています。 彼の着用するアイテムは瞬く間に話題となり、ファンたちは彼のセンスを真似するために同じアイテムを手に入れようとします。しかし、彼が選ぶアイテムの多くは効果で手が届きにくいものも少なくありません。それでも、彼のスタイルの中に込められた、自分らしさを大切にする、というメッセージは、ファンたちにとっても大きなインスピレーションとなっているでしょう。彼がキスのクルーネックを選ぶのも、ルイス・ヴィットンのデニムパンツを選ぶのも、 そこには単に流行を追うだけでなく、自分の価値観に基づいて選んでいるというスタンスが見えます。こうした彼のスタイルを見ていると、ファッションが単なる装飾品ではなく、その人の内面や価値観を反映する大切な表現手段であることがわかります。特に、日本のファンの間では、彼のように自分らしさを大切にしつつ、ファッションを楽しむ姿勢が憧れの的となっています。そして、 ファッションを通じて彼が伝えるメッセージは、自分に自信を持ち、自分のスタイルを貫くことの大切さです。それは、どんなブランドや価格帯の服を選ぶかではなく、自分自身を表現するための手段としてファッションを活用することの価値を示しています。賞賛のスタイルから学べることは、ただ流行を追うだけでなく、自分に合ったスタイルを見つけることの重要性です。彼のファッションは、あくまで彼自身の一部であり、 それが自然に見えるのは、彼が自分自身をよく理解しているからでしょう。その結果、彼がどんな服を選んでも、それは単に、着ているだけでなく、自分を表現するための一つの方法となっているのです。彼がファッションに対して持つ考え方は、ファンたちにとっても日常の中で取り入れやすいヒントになるでしょう。例えば、彼が選ぶシンプルで上質なアイテムの選び方は、日常生活の中でも取り入れや、 すくまた、シンプルでありながらも自分らしさを忘れないスタンスは、多くの人にとって共感できるポイントです。また、賞賛のファッションには、彼の人柄や生き方がにじみ出ています。彼はファッションを通して、自分のライフスタイルや考え方を表現しており、それがファンにとっての共感ポイントとなっています。彼がステージで見せる華やかなパフォーマンスと、日常でのリラックスした一面とのバランスが、 彼のファッションにも反映されているのですファッションは彼にとって自己表現の一部であり、それと同時に彼の内面の豊かさを伝える手段でもあります。キスやルイス・ビットンを選ぶことは彼が大切にする価値観や彼がどのように自分を表現したいかという意図を示しており、その選択には一つ一つ意味があるのです。彼のファッションスタイルは単なるトレンドではなく彼自身の哲学を反映しています。 流行やブランドの選び方一つにも、彼の繊細な感性と、常に新しいものを取り入れたいという好奇心が表れています。そのため、ファンたちは彼のファッションに触れることで、ただ彼の見た目を真似るだけでなく、彼のように自分らしさを大切にしながら新しいスタイルを見つけることの大切さを学ぶことができるのです。